本格的な夏の気配が漂ってきましたね。先輩、最近分かってきたような気がします。夏の準備として本当に必要なのは夏服や水。パーフェクトにナイスバレーな水着わらわの登場じゃん。どうやら普段とは違う意味での全盛期の姿になってしまったようじゃな。道術も思い出したことであるし、これで資料なぞ恐るるに足らずじゃん。いや、もともと別に怖がってなどおらんかったがの。私はパルミラの女王、ゼノビア、アーチャーだ。なんだその格好は、と思っているな。心配するな、私もそう思っている。だが問題はない。これは仕方のないことなのだ。この拘束も気にするな。私はこの姿でも立派に戦える。
おそらくそれを示すためにこそ私は今ここにいるのだ。サーヴァント、キャスター改めアルターエゴ、新名をジョフ。嘘、ここカルデア。なんだよ、もうなんか恨みでもあんのかよ。あれ、待ってよ。
でしょ。ほら早く出して、早く。スカサハ・スカディである。私も水着の霊気とやらに変わってみたぞ。ケルトのスカサハ直伝だ。肌を出すのはいささか慣れんが、スカサハ曰く夏はこういうものらしいからな。そうか、うん、ありがとうと言っておこう。さて、せっかくの水着霊気だ、一つ夏を盛り上げてやらねばなるまいな。